大韓航空、アッシャノ航空を買収へ。本日、韓国の産業銀行が、韓国の大韓航空が、韓国のアッシャノ航空を買収すると発表しました。このアッシャノ航空、潰れかけており、韓国の現代グループが支援しようとしておりましたが、それも失敗し、潰れるんじゃないかと見られておりましたけども、 一応、大韓航空が買収することによって存続するんじゃないかと思われます。こちら、大韓航空とアシアナ航空、航空連合、航空、アライアンスが分かれておりますので、まあ、そういったアライアンスが別の企業が一つになった場合、まあ、どういった対応になるのか、興味がございますが、私からすれば、大韓航空は日本の竹島で、 故意に領空侵犯し、また、アシアナの航空は事故が多いイメージがございますので、利用しないように注意しておりますけれども、この大韓航空とアシアナの航空一つになることによって、二つの問題が今後生じるような事態にならないように、ぜひとも大韓航空には 他国や利用客の皆様に迷惑がかからない形でしっかりと運営していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。